こんにちは、歯科医師の中川です。今回は唾液の分泌量の低下で起こるドライマウスについてお話しします。そもそもドライマウスとは日本語では口腔乾燥症といい、口の中が乾燥している状態のことを指します。唾液の分泌量が通常の 50-60% に低下すると口の渇きを感じるようになります。ドライマウスの症状には口の中や喉、唇などの乾燥感、舌のひび割れなどがあります。痛みや味覚異常を引き起こすこともあります。ドライマウスは唾液が蒸発してしまう口呼吸や乾燥センサーの異常、唾液の分泌量の低下が原因で発生します。唾液の分泌量が低下する原因は加齢、咀嚼力の低下、唾液腺の炎症、体の脱水、不安やストレスです。ドライマウスの原因をはっきりとさせて、その原因に合わせて対処することが一番の改善法です。例えば口呼吸が原因であれば鼻呼吸を心がける、ストレスが原因であればリラックスする時間を作るなどの対処があります。その他、口の中の保湿や室内の加湿も改善法として挙げられます。ドライマウス専門の外来がある歯科もあるので、専門医に見てもらうことも大切です。痛みなどの不快な症状がある場合は受診をお勧めします。